いや俺なんか言ったら別に俺自体ヤンキーじゃないからね、そう勉強が苦手で、そうだ、ほんまに間違えて、うん、その言うならヤンキーだらけの中にこんなやつが入ったから、うん、言うならけど定時制で働いてんのよ昼間働いてるから、うん、普通の、うん、まあ、日時とかみたいな全日制行ってる高校生に比べればお金持ってんのよ、うん、あそうか、高校生にしてはお金持ってんねん、お小遣いとかじゃないもんね、そうそうそう、お給料お給料でまあそこそこの金もらってるから、うん、やっぱり、うん、だからみんなお金持ってるから家ならブランドっていうかその服とかもとかに使うぐらいしかないのよ、もうだから、うん、お金使うっつったら服買いまくるみたいな、うん、で当時そのギャルソンの服、うん、先輩からも僕は服買ってたんですけど全部じゃあそれはそういうそうあんのよ、その定時制っていうのはその、よく話に出る桑原君だ、うん、そうです、桑原君から買ってた、カリスマなんで桑原君は桑原君が古着屋さんやってんだっけ、うん、古着屋さんやってます、で桑原君はモデル兼販売者やから、うん、桑原君が着てるって自分で着ることによってかっこいいだろうって見せてみんなに売るから、うん、あれでしょ、だからその勝手に荷物を送りつけられるでしょ、うん、いや勝手にっていうか東京っていうのはおしゃれせなあかん街やからっつって送ってきてくれはんですよ、でどうすんの、買うやんそれそれはそうやん、お前も一着そうドレスコートじゃないけどそういいの持っといた方がええぞと、そのストリート系じゃないもんね、ちょっとシュッとした感じでもね、持っとけいざって時のためにって言われて、うんうん、全身買ったんですよ、上から下までトータルコーディネート、トータルコーディネートで、けどまあなかなか着る機会なんかないやん、だってお値段も結構しますよね、めっちゃするよ、まあ、当時から桑原君が分割払いさせてくれてたから毎月月々このぐらいでいいよみたいな、優しいね、優しいからで買って、買ってお給料もあるから買えたと、買えて、うん、けどまあ高校生がドレスコートすることもないし、ないね、そういうのを着ないといけない、うん、ほとんどまあ毎日平日仕事してるし、うん、綺麗な服着ていくこともないから着る場所がない、うん、なかったのよ、うん、である時桑原君から電話がかかってきて、うん、お前今何してんねんみたいな、うん、あ僕家いますよって、うん、あほんまかみたいな、うん、あちょっとドライブしようやみたいな、お前迎えに行くわ家までみたいな、優しい、でもその時当時会社乗ったと、うん、バーって会社で迎えに来てくれて、でバーって降りたら桑原君が運転席いて、で後ろに先輩2人乗ったって、うん、で助手席にめちゃくちゃ綺麗な女の人乗ったのよ、えみたいな、うん、え何やろみたいな、でバーって乗って、ほんで桑原君がおどうやみたいな、めちゃくちゃ綺麗やろこの子みたいな、めっちゃ綺麗ですねみたいな、うん、けどもちろん助手席乗ってるから桑原君の彼女かなって思うやん、うん、桑原君彼女なんですかって、いや違うよっつって、俺の彼女じゃないねんです、うん、で実はみたいな、お前の話したらちょっと会いたいって言うから、うん、今日お前呼んだんやみたいな、うん、いやいやもういやいいっすよそんな嘘みたいな、こんな綺麗な人がもうめちゃくちゃスタイルも良くて、もうめちゃくちゃで僕よりも一個年上やったんで、言うならお姉さん色気も半端ないのよ、当時のね、もう当時なんで、うん、で僕なんかまだそういう女性ゲームなかったから、もう、うん、いやそんなわけないでしょっつったら、その女の人がパッてこう女性からこう振り向いて、うん、うわってめちゃくちゃタイプやわみたいな、お後ろの元気向かって、そう私こういうなんか年下の男の子大好きやねんみたいな、ほんで桑原君が耳打ちで、おいっつって、お前今日チャンスやっつって、この女の二人刺してるから、ああこの後ああギャルゾンの服あったやろ、うん、あれ石来てこいっつって着替えてこい、そう着替えてこいっつって、ここだと決める場所で、ここやっつって、こんな汚い格好やったらお前楽な格好やったらあかんと、あ分かりましたっつって、ちょっと着替えてきますわっつって一回家止めてもらって、うん、でバッて上がって自分の家上がって着替えてバッと降りてきたら、いい日なのえあれ車がないのよあれと思って、でこう家の前でバーって待ってたら、遠くの方からバーって車がバーって来たら、窓だけ開けられて、アオガーっつって、もう初めて、もう悔しさと悲しさと、こうなんで気遣いちょっと考えればわかるやろっていう、今まで何回もこんなんされてきたやんみたいな、もう自分への怒りとね、もう下向いたまま30分間そっから動けへんかったね、くそーって、なんでやねんもうっつって、でその日だけ来た、その日ほんまもギャルソンもギャルソン、それ以降一回も来てない、